フランソワーシル・バゼーヌは、フランス第2帝政期の軍人。勇猛かつ沈着な指揮官として、ナポレオン三世の信任厚く、二等兵から元帥へと、異例の昇進を果たしたが、不仏戦争では、約17万の兵と共に不名誉な降伏をなし、共和国政府から戦犯として処断された。彼の父ピエール・ドミニク・バゼーヌ将軍はフランス第1、帝正下で、 エコールポリテクニークの地理工学者であり、ロシア帝国内の情報機関の司令官であった。フランソワ・アシル・バゼーヌは1811年2月13日にベルサイユで生まれている。彼の兄、ピエール・ドミニクもまたエンジニアであった。フランソワ・アシル・バゼーヌはバーダーの学校で学び、ついで三類の専門学校に通っている。1830年にエコールポリテクニークの入試に、 失敗したバゼーヌは、翌年の1831年3月28日に、第37戦列不評大隊の二等兵として、登録された。早くもその年の7月8日には五町に昇進、続けて、分隊の指揮官試験に合格している。翌1832年1月13日には、軍装クラスの指揮官に昇進した。この年、バゼーヌは、 フランス外人部隊に転属し11月4日には総長に昇進、翌1833年11月2日には検証を許された。1835年にはマクタの戦いで負傷するも、この時の選考により、勝尉に昇進し、レジオンドヌール勲章シュバリエを排除している。彼と彼の所属する外人部隊次第がルイ・フィリップ国王より、 スペインのマリア・クリスティーナでボルボン王妃へ援助のため、師団ごと譲り渡されると、バゼーヌは、直ちに、スペイン外人部隊の大大義大として扱われ、スペイン軍のコンラッド大佐の幕僚として、選抜不評の部隊を指揮しカルリスタ戦争を戦った。この部隊において、バゼーヌは、ポンツ、ラーミナル、フエスカ、バルバストロの各種を転戦。特にバルバストロの戦いにおいては、脚部に重装を、 追いつつ、戦死したコンラッド将軍の遺体を敵の手から取り戻すなどの働きをしている。この後、彼はフランス軍スペイン派遣外人部隊の総指揮官であるカリエデ・セニル大佐のもとに転属している。1838年、バゼーヌはフランスに戻り外人部隊第4係争不評師団に注意として転属した。1839年10月20日、 アルジェリアにおいて、再度同志団の隊員に昇進し、1840年には、第8都保両兵連隊へ移動した。この時期、彼は、ミラナに駐留し、主にカビリーやモロッコなどへ派遣されるなどした。1844年3月10日、連隊指揮官に承認し、彼は、トレム戦の外人部隊アラブ事務局長として、第58戦列不評連隊を指揮した。 1845年11月9日、シディカリファでの戦闘の行により、バゼーヌは、レジオンドヌール勲章オフィシエを排除。翌1846年3月24日、シリアフィスでの戦闘に参加。12月には、第五不評連隊を指揮し続けて、アラブ方面で戦い続けた。1848年4月11日に中佐に、昇進し、 第19系不評連隊長に任命され、8月30日に第5不評連隊に戻り、トレムセンの上級司令官に就任した。1850年6月4日、第55不評連隊の大佐及びオランの外人部隊事務局長に任命された。1851年2月4日、第1外人連隊長に就任し、翌月からシュディベルアベスを占領統治した。この間、 バゼーヌは1852年6月12日にマリア・ジュアリア、グレゴリオ・トモデラ・ソレダードと結婚している。クリミア戦争中の1854年10月28日、旅団長に任じられたバゼーヌはクリミア派遣軍において2つの連隊を率いた。1855年9月8日の連合軍のセバストポリオーサイへの最終攻勢に際しては、 連合軍の最高司令官に推任され、少々へと昇格、9月22日には占領した、セバストポリの軍政司令官に任命されている。こうしてはゼーヌは44歳にして、フランス軍中現役最年少の将官となった。10月、セバストポリ北部に残るロシア軍に、とどめの一撃を加えるため、フランス及びイギリス混成軍を率いて、 ドニエプル河口のキンブルン半島への奇襲上陸を果たしており、この働きは現在ドニエプル河口で作戦行動しているフランス軍を指揮するバゼーヌ将軍は現代における最も華麗な軍事的達成者の一人として栄光に良くすることになるだろうと紙上で評された。この間戦争により交渉を受け、またキンブルン半島を3日間占領した行により、 レジオンドヌール勲章コマンドゥールを排除している。1856年1月25日、セバストポリ洋災内において、イギリスの初代、ゴフ子爵より、クリミア戦争中の功績に対して、バス勲章を排除した。フランス外戦後には、ブールジュの第19不評師団長に任じられた。1859年の第二次イタリア独立、戦争中、 バゼーヌはヒラー原水指揮下の第一軍団所属の第三不評師団を率いてオーストリア軍とロンバルディアで戦った。6月8日のメレニアーノの戦いにおいては砲弾の破片により頭部を負傷している。しかしながらその怪我のまま6月24日のソルフェリーノの戦いに参加し大体部に重装及び乗馬を射撃され捕虜となった。 これらの勇敢な戦いぶりから軍法に掲載された。勇敢で忍耐強い戦いぶりは、マクマオン元帥を通じて、ナポレオン三世の知ることとなり、メキシコ出兵では1863年に、遠征軍の総司令官に任命される。同年5月に、幼少、プエプラを占領。翌6月には、同国大統領ベニート・フアレスを駆逐して、首都メキシコ市に入場を果たし、 バゼーヌは、プエプラ占領の功により、同年9月に、原水府に劣勢られた。翌1864年に、フランスの傀来政権、第二次メキシコ帝国が成立し、オーストリア皇帝、フェルディナント・ヨーゼフ・マクシメリアン大公が、メキシコ皇帝に即位したが、アメリカの援助を受けた、フアレスの根強い抵抗は続き、バゼーヌは、秩序の維持は困難とみて、1866年に、 ナポレオン三世と皇帝マクシミリアンに帰国を提案した。だが、定位に固執するマクシミリアンは提案を拒否。ナポレオン三世の再三の説得にも応じなかったため、やむなく、翌1867年3月、バゼーヌはメキシコからの撤退を開始した。同年6月に皇帝はフアレスの軍に捕らえられ処刑された。1870年7月に、 不屈戦争が勃発すると、バゼーヌは、ロレーヌ軍司令官に任命される。当初、バゼーヌは、マクマオン元帥のアルザス軍と連携して、プロイセン軍に対処する計画であったが、プロイセン軍の両軍中央を突破する迅速な、後軍により分断され、後方連絡船を、脅かされる状態に追い込まれた。このため、ライン戦線で軍を再編成し、ベルダンを確保して、 同じく再編成されたマクマオン元帥のシャロン軍と再び連携しようとする。プロイセン軍が猛進する一方で13万人のフランス軍は前線で数回にわたって敗北を喫した後メスの要塞に閉じ込められていた。シャロンにある友軍と連携するためにメスを離れようとするフランス軍の動きはプロイセン軍のオスカー・ホン・ブルーメンタール少佐指揮下の 騎兵石膏により発見された。フランス軍の退却から4日後の8月16日、コンスタンチンホン・アルベンス・レイベン将軍のプロイセンダイ、2軍第3軍団3万人は、マルス・ラトゥール東方のビオンビル付近で、フランス軍を発見したものの、兵力ではかなり劣勢であった。兵力は4対1であったが、第3軍団は冒険的な攻撃に打って出た。フランス軍は、崩れとなり、 第3軍団は、ビオンビルを占領し、西へ向かう退路を遮断した。メス要塞のフランス軍は、退却を阻止され、結露を開くより、他なくなった。ここに、西欧では、最後となる、大規模な騎兵戦を見ることとなる。戦闘はすぐに発生し、第3軍団は、絶え間ない騎兵突撃を受け、兵の半数以上を失って粉砕されてしまった。一方のフランス軍も、 同程度の1万6000人の損害を受けたが、依然として圧倒的な数的優位に立っていた。8月16日の時点では、フランス軍は、要所のプロイセン軍の防衛を一掃して脱出できる、チャンスがあった。フランス軍前衛を攻撃した2個プロイセン軍団は、これを退却中のムーズのフランス軍の後衛だと、考えていた。このような誤解があったものの、2個プロイセン軍団は、 フランス全軍を丸1日にわたって足止めした。兵力は5対1であったが、プロイセン軍の波外れた猛進がフランス軍の優柔不断に打ち勝った。フランス軍は決定的な勝利をつかむ機会を失ってしまった。グラブロットの戦いは、西へ退却しようとするライン軍が阻止されたマルスラトゥールの戦いの翌日、メスの西方約 10km のところで起こった。 不仏戦争で最大の戦闘である。ヘルムート・フォン・モルトケ元帥が率いるドイツ連合軍は、北ドイツ連邦のプロイセン第一軍と第二軍で、その兵力は210個不評大隊、133個、騎兵大隊、重七732二門よりなる将兵188,332名であった。フランソワ・シルバ・ゼーヌ元帥が率いるフランスのライン軍は、 183個不評大隊、104個、騎兵大隊、重砲520門よりなる将兵11万2800名で、あり、南側のロゼリウ町付近を左翼とし、北側のサンプリバを右翼として、高地に沿って、残豪を掘って布陣していた。8月18日午前8時、モルトケが第一軍、第二軍に、フランス軍陣地への前進を命じて戦闘が始まった。 12時までに、マンシュタイン将軍が、第25師団の砲兵と共同してアマンビレー村の前で先端を開いた。フランス軍は前夜から当日早朝にかけて、残酷と射撃号の構築に時間を費やした一方、砲兵隊とミトライユーズ隊は、副兵とした。最終的に、フランス軍は、プロイセン軍の前進に気づき、 進軍中のドイツ軍の集団に対して猛烈な射撃を浴びせた。戦闘の初期の経過はシャスポー銃の有利さを生かしたフランス軍優勢に見えた。しかしながら全鋼鉄製のクルップ製護装砲を装備したプロイセン砲兵は優れていた。グラブロットにおけるプロイセン軍を描いたグラブロットの戦い14時30分までに第一軍司令官のシュタインメッツ将軍は マンス警告を横切る形で、第8軍団を一方的に前進させたが、フランス軍陣地からのシャスポージュとミトライユーズの射撃によって、プロイセン不評はすぐに警告の中で釘付けになってしまった。15時、攻撃を支援するために、ドイツ軍第7軍団、第7軍団の大砲が砲撃を開始した。しかし、攻撃は立ち往生して危機に瀕しているため、 シュタイン・メッツは第7軍団に前進を命じ、さらに、第1機兵士団もこれに続いた。16時50分までに、プロイセン軍による南側での攻撃はトンザの危機にあったため、プロイセン第2軍の第3この F 評領団が、カロンベール将軍指揮下のサンプリバの、フランス軍陣地に攻撃を開始した。17時15分、プロイセン第4この F 評領団が加わり、 さらに17時45分にはプロイセン第1、この F 表旅団も加わった。プロイセンこの F 旅団の攻撃はすべて、フランス軍の射撃号や残号からの猛烈な、銃火によってその場に、釘付けとなった。18時15分、プロイセン第1この F 表師団の最後になる、第2この F 表旅団もサンプリバ攻撃に加わる、こととなった。一方、シュタインベッツは、 第一軍予備の最後の部隊にマンス警告を横切る攻撃を命じた。18時30分までに第7軍団と第8軍団の相当部分が戦線離脱し、ルゾンビルのプロイセン陣地に向けて退却した。第一軍の敗退を受けてフリードリヒカール王子はこのエシダンの攻撃までも失敗することは避けるために、 サンプリバのカロンベールの陣地に対して大量の砲撃を命じた。19時までに第2軍第2軍団の第3師団は警告を横切って進撃する。一方、第12軍団は近在のランクール町を相当して第1この F 表師団の残存兵力と共に廃墟となったサンプリバに勢いのある攻撃をかけた。20時、プロイセン第2軍団の 第4不評師団が到着し、プロイセン右翼のマンス渓谷の戦線は膠着した。この時までに、プロイセン第1この絵不評師団、第12部軍団、第2軍団は、サンプリバを占領し、敗れたフランス軍は、退却を余儀なくされた。プロイセン軍は戦闘で疲労困憊しており、フランス軍はここで反撃をかけることもできた。しかしながら、チャールズ・ドニブルバキ将軍は、 フランス軍小三子の得体の予備に攻撃を命ずることを拒んだ。なぜなら、この時までに彼は全般的な状況を見て敗北したと考えていたためである。22時までに戦場の重火は夜に向けて静まっていった。翌朝、フランスのライン軍は戦闘で弱ったプロイセン軍に対して攻撃をかけて戦闘を再開するのではなく、メスへ退却した。その後、 フランス軍はメスで包囲され、2ヶ月後に投降を余儀なくされることになる。この戦闘での損害は、特に攻撃側のプロイセン軍で甚大であった。8月18日の戦闘で、合計2万163名のドイツ兵が戦死、戦傷、行方不明となった。フランス軍の損害は7855名戦、死傷4420名が捕虜となり、 合計で12,275名であった。大部分のプロイセン兵は、フランス軍のシャスポージュにより倒され、大部分のフランス兵は、プロイセンのクルップ砲により倒された。損害を細かく見ると、フロサールのライン軍第2軍団は、損害621名であった一方、シュタインメッツ指揮下のプロイセン第1軍にポアントジュ、ジュールの前で4,300名の損害を与えていた。 プロイセンこの F 表紙団の損害はさらに驚くべき、数字で1万8000名のうちの8000名を失っている。特別この絵両兵は700名のうち、将校19名、歌手官兵431の損害を受けた。第2この F 表旅団は、将校39名、歌手官兵1076名。第3この F 表旅団は、将校36名。 シ詞完璧1戦6 0名。フランス側はサンプリバを守っていた部隊は同村内で半数以上を失っていた。8月19日、メス要塞に交代したライン軍18万5千人は16万8千人のプロイセン軍第一軍及び第二軍に包囲されることとなった。メス要塞は当初七万人を三ヶ月半から五ヶ月養う程度の食料しか備蓄しておらず。 牢場軍全体に配分した場合41日分の食料及び25日分の大トムギしかないと見積もられていた。早期に包囲を打開し、シャロン軍と合流する必要に迫られたバゼーヌは8月31日に4万の兵を持って包囲の打開を試みる者の,の敗北。一方、翌9月1日にはセダンにおいてもシャロン軍12万人が敗北し、 ナポレオン三世ともども降伏する事態となっており、救援の望みはなくなっていた。バゼーヌのライン軍は、このシャロン軍降伏以降、フランス最後の希望となった者の,の行動は消極的であった。10月7日及び10月18日のそれぞれで、包囲の突破を試みた者の,のいずれも失敗し、合わせて7000から1万人程度の損害を被っている。 10月20日にはついに食料庫が不定したため、市長場、さらには、騎兵馬を合わせた2万頭の群馬を食肉として、毎日1000頭ずつ消費する状況に陥った。飢餓と疾病、これまでの度重なる敗北により、要塞内において2万人ほどが、野戦病院に詰めかけるようなありさまであった。10月27日、苦渋の末馬税ヌは、ついに17万3000の兵と共に降伏した。 降伏に際して、プロイセン軍は、その名誉のための改戦を提示したがバゼーヌは、拒否している。この戦いと9月1日のセダンの戦いの敗北により、正規軍49万人のうち30万人以上を失ったフランスの敗戦は、決定的となる。以後も、不仏戦争は続くものの1871年1月に、パリは、陥落、第二帝政は崩壊した。 バゼーヌの不服戦争中の一連の不法意な敗北に関しては彼自身が自軍の兵備に対して大きな不安を抱いており積極策を取ることを躊躇したことが原因の一つと言われている。だが一方で、後位軍側の召喚にバゼーヌの外人部隊時代の同僚がいたことやバゼーヌ自身の政治的野心などから彼がプロシア側と内通を図っていたのではないかという。 疑惑も根強くあり、またその意見が当時のフランス世論の大勢を占めたことで、結果的にこの行動が彼を窮地に陥らせることになった。フランス国民のバゼーヌ原水への憎悪は激しく、翌1872年に共和国政府によって先般として拘留され、翌年のトリアノン軍法会議で公式への判決を受けた。だが、直後に行われた大統領選挙で、 マクマオンが大統領に選出されると、金庫20年に原刑され、サント・マルグリート島に拘禁された。これはマクマオンがバゼーヌを亡命させるための措置と言われ、果たして翌1874年に、バゼーヌは島を脱出、ジェノバ、ロンドンを経て、1875年に、スペインのマドリッドに定住した。L アームジュリーン・デュピル十二とジュスコ29オクトーブル千八百七十エピソーズデラゲールで千八百七十の著書がある。千八百七十五年の夏頃、バゼーヌとその家族はスペインのアルフォンソ十二世の招きによりマドリッドに居住した。かつて外人部隊の一兵士として勇敢にカルリスタ戦争を戦ったバゼーヌの孔に報いるため、イザベル二世は彼のための居所を マドリッド市内にあてがっている。その質素な部屋においてバゼーヌは、不服戦争の回想録を執筆した。フランスに捧げた40年にも及ぶ軍務とスータの戦勝は、バゼーヌの健康を蝕んでおり、マドリッドの冬はロークに耐えるものであった。彼の妻と娘はスペインでの生活を好ましく思っておらず、ほどなくしてメキシコへ渡ってしまったため、 バゼーヌは息子二人と共に彼跡茶の質素ない質にて、自給自足の生活を送り、週に一本のタバコを楽しみにするほど、困窮のうちに過ごした。1888年9月20日、バゼーヌはその部屋で77年の生涯を終えた。葬儀は息子二人とカンポ元帥の三列の元さん、ジュスト墓地において行われ、元妻の親類の司祭が取り仕切った。埋葬に際して、 軍用サーベルと検証は館内に安置された。バゼーヌの不法に関して、フランス各市は、遺体は溝に投げ入れるべきだ。敗戦の記憶は永遠に、フランス国民の枕に植え付けられているものだから、などといった論調でバゼーヌを抽象したが、一方のドイツ市では定調に扱い、バゼーヌが、フランス国民に誤解されていることなどを指摘した。マクモーン大統領の死に際しては、 パリの大通りを数時間にわたり渋滞させるほどの壮大な国葬が取り行われ、バゼーヌと同様に外人部隊を率いていたカンロベール元水も同じく王公のごとくして1895年に葬られるなどバゼーヌと対照的である。フランス外人部隊はこのようなフランスの国民感情などに左右されることなく今なおバゼーヌを数系の対象としている。外人部隊には マクマオンやカンロベールの遺品などほとんどない。一方、バゼーヌについては、ケピ、レゾンビルレとグラビレットの核、戦いで使用された彼の傷んだハーネスの小片、そして敵の手からバゼーヌ自ら奪い返したコンラット大佐の十字架などが展示されている。フランス外人部隊は、バゼーヌの勇敢さに敬意を表し、 複数の連帯が彼にちなんで命名されている。フランスの画家。はじめ彫刻を学んだが、1924年絵画に転じた。1941年、フランス伝統青年画家結成の中心メンバーとなり、キュビスムとフォービスムの様式の結合を目指した。1945年以降、非具象的な作風を示し、圧死の聖堂のステンドグラス、オダンクール聖堂やパリの 国際連合教育科学文化機関、ユネスコ本部のモザイク壁画を制作した。ありがとうございます。